こんにちは、翔太です。前回ですね、マザークリスタル一つ、テトー国のものを破壊した後ですね、ムービー、途中からやっていこうかなと思います。スランデラですね、風の大陸南部に位置するダルメキア共和国の首都となっているみたいで、まあ、ここの話が今から行われるみたいですね。陸軍の奴らに、いまだ自治領に入ることすらできんとは、何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。貴様ら海軍も少しは役に立ってみせろ。クリスタル自治領を我が物にしようとは、いまいましいザンブレクめ。だが、この被害では撤退も考えねばなるまい。タイタン？違うか。お、タイタン、タイタンっぽくない？フーゴ、クップか。戦お、来た来た。ほど判断もできなくなる。次はこいつか。連中が手強いのは地の利を生かしているからだ。自治領の得意な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分。持久戦でもこちらは分が悪い。さて、ご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。割とまともに話せるんや。軍は疲弊し、補給すらままならんじゃないか。貴公が戦場に赴けば、事態は早々片付くのでは。もし俺が出れば、奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら望み通りにするが。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。ふん。ん？おお、アナベラ来た。家で、まさか進行後アナベラ、新しい子供？クプカ卿、これはどういうことか。無能どもめ、祭り事とは常にこうやってて。祭り事ってなんなん？お、風呂。指導を追っていた。何歳？ アナベラ。調べてみようかな。評議員どもの面は滑稽だった。あ、49歳。マジか。なあ、アナベラさんよ。49歳らしいっすよ。あんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。クライブ・ロズフィールド、滞在人シドの正体。もうめっちゃバレてるやん。まさかあんたの息子だったとはな。さぞ驚いたのでは。さて、一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はただオリビエ皇太子殿下に付き従い。オリビエ？オリビエ？あ、オリビエ、子供もしかして。おお、アナベラの子供。このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい。あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。
シドは愛するベネディクタの仇、必ず血祭りにあげてやる。俺の手で確実に。そうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れるってわけだ。その代わり、ザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。フェニックスゲートで一応助けたやんか。あれは何やったんや。皇后様、女一人のためによくやるものよ。ベネディクタか。ドミナントといえど、やはり下船の血が流れていては、哀れで醜く愚かなこと。え、どういうこと。もうすぐですからね、オリビエ、私の可愛い坊や。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者として、あなたがザンブレック信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。ほんまに50歳。クライブを18歳で産んだとして51歳らしいですね。年齢は不詳らしいんですけど。何何何何、手紙。ジルの具合は。あ、ジルやばいの。大丈夫だといいが。決断。クエストか、クエストやるか。じゃあ手紙結構来てる。お、かなり。お、ウェイだよ。これはガブ。あ、ガブの目あれや、タイタンに襲われた時になんかそういえばなってたな。2つあるのかな、とりあえず。んー、じゃあ今回はストーリーを進めるというよりは。今日は何か。ドレイクベス消滅。聞いたよ、お疲れさん。いいかい、クライブ。物の価値。いい品がそろってるよ。クラッチなソード。プラチナベルト、プラチナカノン。じゃあね。お、来たか。何が必要なんだ。お、プラチナソード。これ。え、こっち作った方がいい？いや、プラチナカノンプラス2にしても微妙やな。これもなんかそのうち出てきそうやしな。ドレイクスラーベルト作れたら一発やもんね。プラチナソードを作るか。液状の炎。液状の炎、どっちにしろ使うんなら、まあ、こっからやるか。じゃあこいつなら敵なしだ。よし、いい出来だ。
おお、かっちょいい。結構好きやで。あ、ちょっと待って。何の用だ？聞いたぞ。よくやったよ。しっかりやれよ。あと3つ破壊するんやろうな、多分。あ、いける。あ、違うわ。なくなってるわ。お、リスキーモブとかも増えてそうやね。え、何？またあいつ？もしかして。あ、いや、ちょっと違うな。さっきやな。あいつではなかった。こんにちは、シド。ちょうど伺いたいと思っていたところです。どうしたんだ？あなたがロザリアの出身とお聞きしまして。モーガンビアードという花をご存知ですか？ロザリアに咲く珍しい花で、煎じて飲むと薬が効きやすくなるのだとか。いや、覚えがないな。そうですか。もしかしたらと思ったのですが。というのも、この隠れ家では薬品はとても希少でして、入荷も少なく、いつも不足しています。ですから、モーガンビアードの効能で効き目を増せば薬の節約につながるかと思ったのです。ただ、この花の方向を蛮族が好むらしく、採取に危険を伴うためか、なかなか市場に出回らず。シド、無理を承知でお願いするのですが、ロザリアへ行った折にその花を探していただけませんか？探してみよう。どんな花か教えてくれ。ありがとうございます、シド。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。無事に採取できたら、ぜひ隠れ家にお持ち帰りください。蛮族が出るかもしれませんので、くれぐれもお気をつけて。それでは、よろしくお願いします。モーガンビアードは大きな黄色の花。特徴的で。グレードもうあそこには行けないんやな。あ、君か。あら、グライブ、ちょうどよかった。困りごとか？ええ、服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。めっちゃエコーかかってない。この間保護されたあの姉妹の分。あんな格好のままだとかわいそうでしょ。綺麗な服を着せてあげたいじゃない。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない？それくらいなら俺が行こう。あら、いいの？助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引き返しを渡せば布を受け取れるわ。ああ、わかった。濃い青色と朱色の布だな。ええ、お店はノースリーチのマルシェにあるからね。それじゃよろしく、クライブ。お姉ちゃん、新しい服をくれるんだって。風母の紙幣たち、近頃は妙に大人。あげるよ、新しい服を。なんか、そういうこと。行ったことある場所であるんやね。お、おお、セクレートやん。懐かしい。FF8 の召喚獣やね。
どこだ、マーサの、マーサの宿か、リアンノンサンド西部で、セブレリアン、あ、B、さっきの B、 あ、どっちも B だわ。あ、こっちもマーサの宿や。で、悲しみ入江北部。じゃあこの辺もやりつつやっていきましょう。とりあえずじゃあマーサの宿行こうか。リアンノンはこっちで、悲しみの入り江はこっちか。とりあえずじゃあ、悲しみの入り江からやっていきましょうか。あんたたちが残ってくれて助かる。残ったみんなで、マーサを。中東兵め。よっ。今はやめておく。こんにちは、シド。とりあえずじゃああそこ行くか。悲しみの入り江北部でしょ。力を貸そう。割ともう、あ、こっちにおるんじゃない？ブリリアン来た。左下の文字なんなんやろうな。このボス戦の BGM 結構好きになってきたわ。31か、ちょっと強いな。やばい、これは、おー、危ねえ。さすがに離れた方がいいような気がした。シャー倒したぜ。おエレクトラムやん。これで作れるな。全く
倒すのも一苦労だ。じゃあ行きますか。よし、行こう。行け。ジルがいた方が楽なんかな。確かこの辺りのはずだ。え、何これ。モーガンビアで探してみる。あ、蛮族か、こいつら。もしかして族、それにデカブツか。蛮族が好む花に間違いないな。これ何、ずっとほったらかしといたらさ、トルガルが戦ってくれるの。おお、降ろされた。黄色の花、モーガンビアと違いない。宝箱はあげ、開けてるんだ。せっかく来たんだ。この花の香りには覚えがある。確か子供の頃によく嗅いだ香りだ。よし、こんなところか。隠れ家へ戻って届けてやるとしよう。こいつらも戦うはずやったんやろな、多分。じゃあ、どうしよっかな。ちょっと待って。リアンノン山道に行きたいから、イーストプールから行くか。イーストプールでも敵だらけだからな。そうやな、敵だらけやんな、やっぱり。まあ、とりあえずここは歩きの方がいいか。力が強そう。じゃあリアンノン山道の西部だから、この辺にいんのかな。これ何な、この辺におるかもしれん。くれたやもんな、楽しみやわ。片付ける。着いたぞ。多分この辺におるはず。どこまでがセーブやろ。こっちも違うかな。うん、マーサの絵だよもんね、ここ。ちょっと下の方行ってみるか。じゃあなんか見えたけど違ったわ。こっちかな。じゃあ西部やから多分この辺におると思う。あれか、
いたいた。違う、違った、あれも違うね。これこの辺やと思ったけど、こっちはもうせ、あ、ここか、もしかしてハウルスばっかりやん。リアンノン山脈、こっち、ここセーブではないけどな。どっちかっていうと北部やもんね。こっちはここかな。そして何もいなかった。どうしよう、これ。どこ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 。あ、戦闘中乗れないんや。知らんかった。リアンノン山脈西部、ここ？ここ行ってみる。どこまでがリアンノンか分からへんけど、一番西部ここやもんな。だってたわ、ここまで、ここまでやったか。セクレットやん。うわ、ちょっと見えちゃってるよ。見えてる見えてる。まさに山が違う。こいつを野放しにはできないぞ。マーサの矢だから来た方が良かったな。ハウルスの盾紙。これで少しは安心できるだろう。よっしゃ、倒した。んー、じゃあ次はイーストプール行きましょうか。
イーストプールじゃない、オースリッチ。魔法でしっかり見てってちょうだい。おっ、プロテオソード売ってる。はい、どうぞ。何よ。さて、布を受け取りに行こう。お客さん、おお、綺麗な人。何かお求めですか？注文していた布を受け取りに来たんだが。あら、これは…すみません、こちらの布はまだ届いていないんですよ。ボクラド市場から取り寄せていたもので、本来ならとっくに届いているはずなんですが、もしかすると行商さんに何かあったのかも。その行商はどっちから？ええ、いつもならこの先の新軍道を通ってくると思います。まさか、お客さんが様子を見に。ああ、その方が早そうだ。俺が様子を見てこよう。それは助かります。私も困ってましたから。どうかお気をつけて。頼んだぞ。よっ。大丈夫か。おお、ごめんごめん。お、あの人たちか。チョコボがやられたりとかしたのかな。そう言われましても。チョコは悪くないぞ。ありがとう、アンブロシア。大事な大事な商品だぞ。どうしてくれるんだよ。そう言われましても。何かあったのか。こいつのチョコボがぶつかってきたせいで商品が汚れちまってよ。急にぶつかってきたのはそちらで。汚れたのはこっちの商品だろうが。てめえの荷物をよこせば許してやるってのに、言うこと聞きやしねえ。そんなこと言われましても、これらはノースリーチに届ける品ですし。もしかして。いや、全然調子いいんじゃないよ。そんだけ言えるってことは。よくご存知で。でもこの人が急に言いがかりをつけてきて。お願いです、助けてくれませんか。なに、傭兵の手を借り上がるってのか。そっちがその気なら俺たちだってやってやる。先生、出番ですよ。こいつらを懲らしめてやってください。何が出てくる。まったく、いつまで待たせんだ。花からそうすりゃいいんだよ。面倒な奴が潜んでいたようだ。仕方ない、おとなしくさせよう。キラその傭兵をぶっ潰してください。おいよ、こっち見てやる。全然食らってへん。ほら、これで終わりやん。
めっちゃ応援してる。アビリティポイント溜まってきたらちょっと後で。先生がやられちまった。なんて強さだ。覚えてやがれ。怪我はないか。はい、ありがとうございました。まさかあんなたちの悪い奴らだったなんて。傭兵さんがいなかったらどんな目に遭っていたか。ですがこれでノースリーチまで届けることができます。本当に助かりました。このまま町まで護衛しよう。俺もあんたが運ぶ荷物に用があるからな。そんなことがあったなんて。こうして商品が届いたのもお二人のおかげです。お礼ならこの傭兵さんに言ってくださいよ。そりゃもう目を見張る強さだったんですから。では確かにお届けしましたので、またのご贔屓を。そういえばお客さん、布を受け取りにいらしてましたね。ご注文の品は確かに届いていますよ。それと行商さんを助けてくださったお礼に、うちの店でも特に高級な布を差し上げます。ではこちらをどうぞ。いろいろとすまないな。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。ようやく布が手に入ったな。オルタンスに渡そう。本当にありがとうございました。素敵なお召し物を作ってくださいね。おかえり、クライブ。お願いした布は受け取れたかしら。ああ、注文していた分を持ち帰った。他にもいくつかもらったから一緒に渡しておくよ。詰め合わせ。あら、ありがとう。これであの子たちの服を仕立てられるわ。それにしてもあんたがもらってきた布、すごく高級品じゃない。一体何をしてきたの？あっちで面倒ごとを解決したら礼としてくれたんだ。好きに使ってくれ。さすがね。それじゃせっかくだから何かに使わなきゃ。そうだ、クライブ。お、なんかあんの？あんたこの布の中でどれが一番好き？そうだな。え、何これ、何これ、これが一番好きな色合いだよ。わかった、その布をジルに渡しておくわね。ジル、ほら、彼女は裁縫が好きみたいだから喜ぶかと思って。そういえば昔からそうだった。確かクライブとジルは幼い頃一緒にいたんだっけ？ああ、ジルは北部の白銀行の娘でな、うんうん、ロザリアとの和平の証として北部が差し出した公女だったんだ。やっぱりお姫様だったんだ。なんとなくそうじゃないかと思ってたのよ。彼女のふとした仕草に気品を感じてたから、せめてそれに合う服を着てほしいんだけど。でもジルに聞いてみたら今の服でいいって遠慮されちゃって。あの服だってあんたが作ったそうじゃないか。気に入ってるんだろう。そう思ってくれてるなら嬉しいけど。さっきの布だけでも喜んでくれるさ。ぜひ渡しておいてくれ。ええ、そうするわ。なんか変わんのかな。やっちまったか。ジルの服は
私が心を込めて作ったの。今も気に入ってくれてるなら嬉しいわね。本当にもらえるの？これ取るがあるやん。行ってみたいな。何の用だ？一個作れるようになったはずや。どれが欲しい？これこれこれ。作っとくかじゃあ。大事に使えよ。強化はできへん。またな。やったね。もしかしてそう。ドレイクブレスを壊したって。あ、そう、そういう話聞けたりする。いや、クライム。あ、聞けた。そうか。5年間何してたんって話よな。頼むぞ。おや、もういいのかね。今日はどうする？いつでも飲みに来てね。あ、びっくりした。あそこに繋がってるだけか。取ってきたぞー。お帰りなさい、シド。モーガンビアードは見つかりましたか？シドが良くないんやな。私のロボット掃除機に。ええ、この花で間違いありません。ここで大切に育てて、薬の節約に生かせるよう尽くします。ありがとうございました、シド。花のことは知らなかったが、香りには覚えがあった。子供の頃、よくロザリス城で香っていたよ。まさか万族が好むものとは知らなかったかな。それにしても薬を効きやすくする花か。俺の弟は体が弱かった。きっとその花を煎じたものを合わせて薬を飲んでいたんだろう。確かに貴族の病にも使われたと聞いたこともあります。それほど確かな効果のある花なのでしょう。そうだ、今回のお礼としてシドのために何か作らせてください。この花から成分を抽出してみます。少々お待ちくださいね。何作ってくれんの？お待たせしました、シド。旅先で使いやすいよう精油にしてあります。他の薬に一滴混ぜれば効能が上がることでしょう。ぜひお試しください。お、レベル上がりそう。おお、こういう要所要所で分かってる人は経験値つけたりとかするんやろうな。おいいい、おお、すごいやん。ちょっとアイテムの効果上昇した。そんな大事なクエストやとは思ってなかった。守りの薬で使ったことないけど。じゃあ、最後に名声で結構溜まったんで、アイテムもらって終わりにしようかなと思います。リスキーモブは増えてないよね、多分。次の物語は決断か、どうなるんやろ。ジルの具合が悪そうだったけど。あ、リスキーモブは増えてないね。
妙におとなしいです。え、これ。北部は冷えるそうだな。寒さが答えたろ。いないわ。やあ、君か。気をつけてな。たんですね、さあ何をもらえるかな。こちらがあなた宛に届いた品です。クレリックメダリオンプラス、はい、どうぞ。また来てくださいね。調子はどうだい。気をつけて。なんなんやろクレリックメダリオンって。あ、ポーションか。まあいいか。じゃあ今回はここまでにしようかなと思います。次回はですね、決断やっていこうかなと思うので、見ていただけると嬉しいです。これからも FF16 をやっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。